最強学園小学校、中学校は、長野県松本市、村井町北2丁目にある私立小学校、中学校。設置者は、学校法人最強学園。2012年5月1日現在の生徒数は、小学校が20学級315名、中学校が8学級151名。開校時に、松本市が構造改革特別区域。 研究開発学校設置事業を申請し、認可を受けた。2005年、長野県発の私立小中一貫校として、松本市内田に開校。児童生徒数の増加に伴い、2007年松本市、吉川村井町に移転。校歌の作曲は、勝木治お中学校の制服のデザインは、小野塚明。体育祭、最強祭り、プレゼンテーションコンテストを三大行事と呼ぶ。 運動系では、サッカー部、バスケットボール部、卓球部、公式テニス部がある。文化系では吹奏楽部、合唱部、美術部、競技カルタ部がある。吹奏楽部の前身にあたるフルートアンサンブル部は、平成20年度、長野県吹奏楽コンクール金賞を獲得した。また、公式テニス部女子は、平成24年度全国中学生。 テニス選手権大会長野県予選で準優勝し、北信越大会に進出した。多くの児童生徒が、電車や、スクールバスで通学する。スクールバスは、松本市内4コース、塩尻、豊島、諏訪、平田駅巡回の8コース運行している。他に、徒歩、自転車、保護者による車送迎で、中心地方の広範囲や諏訪地域から通学している。 小学校1年時の募集以外に小学校2年児から中学校3年児生の募集も行っている。小学校1年の入試はワンパクテストと称し、国語、算数、知能の筆記試験と運動、創造性、日常生活の実技試験を行う。他学年は筆記試験と面接。それに加えて、すべての学年で保護者面接を行っている。ワクワク、プレスクールと題し、 4から10月の全6回、最終土曜日10時から11時半に開校。数、文字、英語を学ぶ。鉛筆の持ち方、授業を受ける、姿勢、挨拶や、返事の仕方も含まれる。各回先着75名の募集で、1クラス15名、程度。1回のみの参加も可能。地域貢献の教育活動としているため、参加費用は無料。4? 7.10月は未就学児の保護者対象のお母さんのための教え方講座。5月は学校説明会が同時開催となっている。2013年8月20日、開校以来、教育職員免許法違反行為を繰り返していたことが分かった。違反の内容はなどとされ、年度単位で延べ64人に上り、 2013年度は11人が必要な教員免許を持たずに指導していた。ありがとうございます。